リスナーのあなたに参加していただく大喜利コーナー、少子が採点、略して焦点。焦点若手大喜利、元メンバーの少子さんが出すお題に答えてください。紹介したものには少子さんが5段階で採点します。下から波1点、梅2点、竹3点、松4点、そして三階松は5点です。20点獲得すると前座昇格、そしてその印としてサイン入り手ぬぐいを、50点獲得で2つ目昇進と、その印としてサイン入りの扇子を差し上げます。さらに100点で真打ち昇進です。はい、では今日のお題です。ゴールデンウィーク真っ只中、お土産を手にふるさとに帰省する方、あるいは旅先でお土産を買って帰る方も多いでしょう。そこで金サイト的ユニークなお土産を考えてください。まず〇〇に来ていますと旅先を言ってください。お留守番の水木さんがお土産はと聞くので、どんなものを買ってきたかを教えてください。これが今日のお題です。はい、それではご紹介をしていきましょう。こちらは福岡市中央区のカルボンさんです。三重県に来ています。お土産は本物は高かったので偽エビどんなエビよエビ、偽エビってどんなエビ実はタコとか実はタコ、それタコじゃんとかね、ねえ、ザリガニとかなるほどね、うん、わあ、面白いね、カルボさんうまいね、やっぱりね、松差し上げます。松4点、偽エビね、うまいことさて、こちらは粕谷郡のマロングラッセさんです。北海道に来ています。お土産は類似商品が出てきて顔色が悪くなってるんです。青い恋人顔色悪いんだ青い恋人ね、本当白い恋人絡み多いなはい、竹差し上げます。さあ、こちらは、はい、岡垣町の城太郎さんです。大分に来ています。お土産はこの時期が一番おいしい靴下カレー。いやいや、白下でしょカレー、靴下カレーはちょっとなんか匂いそうですよね、はい、食べたくないですね、食べたくないですね、これはね、この人ね、いっぱいいただいてるんです。はい、こちらもご紹介しましょう。海外ですよ。はい、フランスに来ています。お土産はケーキ屋さんでカラフルな美味しそうなお菓子見つけました。マクロン、さ、マカロンマクロンは大統領だっつうの、この間ね再選されましたですけど、ね、そうですね、はい、もう一つある。はい、仙台に来ています。お土産は美味しいかわからないんですけど、牛のタンです。牛タン、タン、タン、咳とかタンのタンあ、牛のタン、タン、うわ、なんか牛ってよだれも臭そうだけどとそうですね、タン、ゲップとかもゲップもね、しょっちゅうしてるイメージ、はい、すいません、梅ですね、ちょっとね、梅2点、はい、2点ですね、はい、こちら伊万里市のガラちゃんさんです。温かく歓迎してくれる犬カフェに来ています。お土産はホットドッグちょっと待って、じゃあこれあの、ね、ウィンナーのホットドッグよね、うん、当たり前だけどあったかい犬じゃないですよ ね、 ね、はい、竹差し上げます。さあ、どんどんいきますよ。はい、こちらは福津市からいただきました朝風4号さんです。群馬県に来ています。お土産は怪しい香りです。下ネタネギ、下ネタネギね、下ネタネギ、下ネタ、下ネタ、うん、梅差し上げます、そして、こちらは、はい、東京都の帯久さんです。名古屋に来ています。お土産はうちの旦那喧嘩早いので手が先です。手が先です手が先、手が先、はい、もう一つあります。はい、山梨県に来ています。
お土産は？うちの息子は無職でフラフラしているので、ほうとう。ほうとう、息子。これ、この奥さん、あれだね、旦那は喧嘩早くて、息子はほうとうしてて、あんまり幸せじゃない奥さんだね、この人で。はい、梅差し上げます。はい、続いては。はい。こちらね、東京都からいただきました豆腐小僧さん、那覇に来ています。お土産は？買い忘れました。那覇、那覇、那覇、那覇。千田光雄です。千田光雄さん根強いね。そうですね。もうだってある意味千田さんはあの那覇、那覇だけで、うん、未だにこうやって皆さんに記憶されてるってすごいことだよね。はい、東小僧さん、もう一つありますね。はい、マザー牧場に来ています。お土産は？いきなりステーキです。いや、いきなり食わないでよ。マザー牧場ってこういろいろとこう触れ合ったりさ、こうそういう作業をして楽しむところだからね。そうですね。乳搾りしたりとかさ、食べないでいきなり、そんなの。はい、那覇、那覇、那覇がよかったね。竹差し上げます。竹3点です。はい、いや、千田光雄の凄さに今驚いてます。はい、こちらは、はい、広島とラッキーさんです。東京の下町へ来ています。お土産は？浅草寺近くの老舗の金妻です。金妻ね。金妻は金曜日の妻たちですから。そうそうそう、今日金曜日だから。そうですね。ひょっとしてその浅草寺近くの老舗の奥さんは金曜日は何かあるのかしら。想像が膨らむ、はい、お土産でございます。ドラマね。だからね、あったね。竹差し上げます。はい。はい、こちらは末町のスエッチさん。東京の国会議事堂に来ています。お土産は？あれこれ買うんだけど、100万円までだったら領収書いらないよね。そうですよ。いらないと思いますよ。いらないんですよね。100万円、国会議員の先生は、はい、厳しいことをね言っていただきました。竹です。はい、竹。あ、こちらも、神田町の周防灘コーストさん。北海道北見に来ています。お土産は？議員の視察旅行なので赤い賄賂にしました。あれ赤いサイロでしたか。赤いサイロだね、あれね、有名なのはね。赤いワイロ。いやいやいや、はい、結構社会派が今続きました。竹差し上げます。はい、はい、こちらはですね、10代の男性ですよ。はい、いりこさんです。中学生だよ。はい、沖縄です。お土産は？ハイサイ兄さんのぬいぐるみ。かわいいね。ハイサイ兄さんのぬいぐるみ。ハイサイおじさん。ああ、ジェームス君のことを、三好ジェームスアナウンサーのことをハイサイ兄さんって言ってんの？あ、のぬいぐるみなんだって。かわいいね。あ、そう。あ、いりこさん、はい、もらったら、ありがとう。中学生が多分あれだ ね、先週祝日だったから考えてくれたんですよね。祝日で聞いてくれて、あ、投稿しようと思ってくれたんだね。うん、嬉しいじゃないですか。ありがとう。はい、じゃあ波差し上げます。いや、ハイサイ兄さんが 俺には分かんなかったから。はい、すみません。いや、波ってことは1点でしょ。はい、だ20点まであと19点あるから、ね、頑張って投稿してねってこと。そうですね、チャンスはたくさんあります。うん、学校にも投稿してくださいよ、ちゃんと。でネタだけは投稿しといてくれる。後でラジコで聞いてもいいからね。はい、いろんな指導をやりながら。はい、これは熊本県の服部義雄さん。東京は根岸に来ています。お土産は？滑り止めになると言われて来ている表札、海老名家の表札。滑り止めになる。三平ネタね、これね。ちょっと遠回りだったけど、滑り止めになる。なるほどね。そうなんだ。
や、滑るんじゃないの滑り止めになるんだったら、滑り止めにはならないでしょう、ね、お土産に欲しいかも、うんね、はい、かなり複雑なあの構成になっておりました。はい、分かりにくかった。梅差し上げます。はい、はい、ね、来ますよ。やっぱり三平さんネタ来ましたね。来たね、ほんとね、やめて、もうかわいそうだから。こちら、平戸市の柴犬ねるさんです。福岡に来ています。お土産は私だと思って食べてね。ちくびもちちくしもちだってどうしようかな、どうしようかな、ほらもうダメだよ、水木さんがどうしようかな。はい、なかったことにします。本当は波ってね、今行こうかなと思ったんだけどね、波にしようかなと思っていたのに、たね、ごめんなさい。はい、はい、こちらはチャーリーさんです。海外だな、これも。ブータンに来ています。 お土産はブータンマンですくだらねひねろよもうちょっと直接すぎるだろそれ。もう一つあるよこの人。あ、はい、アメリカ合衆国バーモント州に来ています。お土産はもちろんバーモントカレーだと思ったなんだよそれ。別にバーモントカレーはアメリカバーモントのお土産じゃないから、商品名だから、日本のメーカーの、ね、全然ひねってねえんだもんなすごいよな。はい、あまりにもすごすぎる波差し上げます。波ちょっと、ね、バカにしてんのかって感じだよね本当ねはい、こちらは、はい、現在46点。あ、糸島のポップさんです。はい、福岡県の飯塚市に来ています。お土産はこれを食べると酔ってフラフラします。千鳥屋しまんじゅう。ああ、なるほど、綺麗に来ましたね。そうですね、はい、綺麗だけ波だけで波はい、もうちょっといけるか。ですね、これね、いきますよ。みそふたさんは名古屋市の方です。福岡に来ています。お土産は少し湿っているのが難点です。にわか雨せんぺい。にわか、あ、にわか雨、にわかせんぺい、にわか雨せんぺい。でもこれ名古屋のね、みそふたさんあれなんですよ、にわかせんぺいはね、そのままでも美味しいんですけど、ちょっとすけったぐらいのふにゃっとしたのもね、美味しいんですよ。これが子供の頃結構牛乳につけたりとかして、そう食べてました。そういう風にして食べるのも美味しいんですよ、うん、はい、みそふたさんもう一つありますからご紹介しましょう。札幌に来ています。お土産は100万円もしましたよ、黒い政治家恋人から政治家変わりましたね。はい、竹差し上げます。さあ、これはこのかな、はい、じゃあこんなところで、OK です。今日は、はい、募集です。はい、募集来週のネタを来週のネタこれだ、はい、散らかっておりまして、それでは来週のお題を発表いたします。はい、環境や気候の変化でこの時期はいわゆる五月病でいいんだよね、うん、あれ。そうですね、五月病になりやすい時期なんだそうですよ、はい、ゴールデンウィーク明けはね。そこで金サイトでストレス発散法を考えて笑い飛ばしましょう。まずどういう人がどんなストレスを抱えているかを言ってください。水木さんがストレス発散法はと聞くのでその方法を教えてください。はあ、これが来週のお題です。例えばこんな感じですね。料理人なんですけど出した料理を客が残すんですよ、うん、ストレス発散法は残った料理集めて次の客に出してますダメだよそんなことしちゃそれはいけません。ダメですね、はい、うん、もう一つこんな感じ。電力会社の社員なんですが上司のパワハラがひどいんですよ。ストレス発散法は会社帰りにわっと騒いで休日は充電してます2つかかってますから ねわっと騒いで、なるほど、充電しています。ちょっと落語家の腕を見せたところです、うん、これ、はい、1つじゃ済まない2つ重ねた、はい、こんな感じで考えてみてください。はい、
メール、ファックス、金サイトのツイッター、インスタグラムでお待ちしています。メールは kin@rkbr.jp。ファックスは 092-844-8844 です。SNS の場合は、まず漢字で金、カタカナでサイトと検索してください。お一人いくつでも送っていただけますのでね、たくさんのご応募お待ちしています。ガールズパンチ、バッテン少女隊のバッテンラジオ隊。バッテン少女隊の春野キーナと葵リルワです。RKB ラジオでお送りしているガールズパンチ、バッテン少女隊のバッテンラジオ隊はポッドキャストでもお楽しみいただけます。アップル、スポティファイ、アマゾンミュージック、グーグルポッドキャストなどでバッテンラジオ隊と検索してフォローをお願いします。